はい、ライブ。今日切れないだろうな、下で。はい、ライブです。はい。ちょっと待ってね。はい、来ました。はい。はい、皆さんこんばんは。めっきり最近寒くなってきましたね。今日はちょっと暖かいですけども、BJ チャンネルボリューム146。はい、今日はね、146、磯部さんがちょっと、仕事の都合上来れなくて、今日はモンゴルマン、俺の絵の弟子で俳優の後輩のね、今こっちに向かってきてるんだけど、なんかタイヤがパンクしちゃってちょっとなんか遅れそう、渋滞にはまって遅れそうだっていうんで、まあ、先に始めますけど、はい、途中で多分来ると思うんで、もし間に合わなかった場合に番外編として出す可能性があります。はい、せっかく来てくれた、来れるんでね、はい、うん、というわけで、BJ チャンネルボリューム146、久しぶりに地下のスタジオの方から来たんですけど、はい、なんだ、リュウジがね、はい、メインの司会っていうか、MC をプラスレギュラーで参加してくれたから、非常にやりやすくて、それまでちょっと最近、俺一人が多かったんで、今、バレエのなんか発表会の振り付けとかでバタバタしてるみたいで、なんかね、最近あんまりもうすれ違いばっかりで、よく今なんか。打ち合わせやってるから、ちょっと横ちゃんとは喧嘩はしてないんでしょ。喧嘩は、あ、喧嘩はしてないですよ、別に。なんかね、なんか喧嘩してんのかなと思ってね、ちょっとドキッとしちゃったんですけど、あ、してなければ全然 OK です。普通にいますよ。いますよっていうかただもう今ほとんどなんか、全然俺も仕事とあれアトリエとこっちの往復だったりとかするから、もう、うん、あんま向こうの仕事にはタッチしてないし、まあ、お互い自由にやってるって感じですね、うん、はい、それではですね、皆さんコメントを入れていただいてますね、穂坂さんですね。はい、穂坂君こんばんは。はい、こんばんは。加藤こんばんは。いつも猫の子ありがとう。っていうかね、あれ直ってねえよ、やっぱりな、メッセンジャーがね。矢吹さんこんばんは。こんばんは。シュウイさん、こんばんは。こんばんは。これ何て言うの、秋川さん。はるおみさん。はるみさん。はるみさん。はい、ちょっと名字が。すいません。ひろみささん、こんばんは。はい、こんばんは。小村知恵さん、こんばんは。清水さん。清水さんね。はい。すいません、ちょっと、ね、老眼でたまにね、字が見えづらくて。すいません、頑張ってください、ヤコさんとお伝えくださいっていうことですね。はい、あ、伝えておきます、はい、発表会がね、なんかね、毎年やってんだけど、まあ、来年の5月ぐらいの話らしいんだけど、どう、結構もう今のうちからリハーサルとかやって結構大変です。あ、はいはいはい、どうか、ね、ゆうじさん頑張ってくださいね。ありがとうございます。加藤さんこんばんは。大和町さんこんばんは。斉藤まさるさん、こんばんは。まさるさんじゃない、ゆうさんかな。あ、なつきちゃん。はい、頑張って。引っ越し、いや。引っ越しですね。大変だね。近かったら手伝い行くんだけど。はい。うん、エステ行くからね。じゃあ、後で、リュウジな。はい。あ、あれですね。あれちょっと流そう。あ、わかりました。はい、あれっすね。そうですね。あれちょっと宣伝した方がいいよ。後半、はい、今結構体絞る後半に来てるから、はい、だいぶ絞れたと思う、うんうん、ひたすらジム行ってやってんだけど、はい、リュウジ先週BJ 終わった後に、はい、リュウジの彼女がやってるねエステのスペシャルトレーニング動画を見せられて、はいこれなんだよって話なんです。拷問だな、あれな。拷問ですね。
なんかあの一応トレーニングジムで有酸素運動とか筋肉運動、3時間から4時間分の運動がなんと、たった15分で完了するという、素晴らしいアイデアです。あれはやばいと思うよ、はい、あの後で見せますけど、ね、はい、あのランボーとかであの捕虜になって電気の検査されてるから、はい、あんな感じですね。手がこんななっちゃった、はい、やばい、はい、村上さんこんばんは。あと誰村上さんって方が、うん、あのさっきの、 あのサロンの引っ越しを手伝ってくださってる方です。あのゴリゴリの人ですね。ゴリゴリの人ですね。なるほど、はい、大野さんこんばんは。大野さんこんばんは。鈴木さんこんばんは。池田さん、未来ちゃんこんばんは。未来ちゃんはね、あの俺の俳優の、ね、お友達でね、はい、あの極真の有害者で、はい、空手仲間です。僕も確か多分2回ぐらいお会いしたことありますかね、あのバンニャのライブの。ああ、本当に、うん、はい、池田未来さんお会いしたことありますね。で、鈴木さんはあの榊君と、うん、あの庄司さんがあの横浜でやった時の、もうあれから1年近くだったんだね、順位やってた。そうですね、ちょうどあのフェイスブックって1年前の京都が出るじゃん。あ、出ますね。それそんと、なんか なんかね、はい、打ち合わせ、リハーサルとかなんか、それとですね、本日も、前回に続いてですね、質問コーナーとかですね、こんなことを聞いてみたいんだよっていうのが皆さん終わりかと思いますので、どんどんこのコメントの方にですね入れていただければ、時間の許す限りお答えしたいと思います。そして、じゃあ質問が来るまでの間になってしまいますけども、この前出た UFO は頂上特番で出るんですか。この前のはどうだか分かんないけど、それと後で竹本さんに振りますから、その時に質問してください。はい、はい、中島さん、赤さん、あんりさん、あんりさんやばん、これ、あざとさんか。はい、あざとさんね。かおりさんですね。昔ね、あざとさんって ね、ボクシングで、俺はボクサーって、沖縄の人いたんだけど、はい、日本チャンピオンで、それのスパーリングパートナーずっとやってたんだけど、初めて俺ボディー行くからって言ったんですけど、それは生涯一回、ただ一度のスパーリング、階級3つぐらいだったんだけど、あれ、レイちゃんは格闘技やってたの？自分はあの剣道だけですね、うん、で、格闘技ではないですけど、最近の皆さん、鬼滅のあれの影響で剣道すごいんだって。あ、そうなんですか。剣道道場は、なんかね、生徒さんでいっぱいになっちゃって、はい、大反響らしい。あ、そうなんです ね、 なんかね、僕は一応剣道を、小学校1年生からずっと世田谷警察で学んでまして、うん、中学に上がってからはもう子供たちのかかり稽古 の、 あの相手でやったりとかしてですね、こんな感じですけども。庄司さん、ルイさん、白黒衣装で決まってます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのちなみになんですけど、鈴木さん、あのこれは白ではなくて、ちょっと薄めのグレーです。はい、はい、すいません、ありがとうございますはい、結構伸びてるよ。ああ、結構皆さんなんか今日はですね、長塚さんこんばんは、大木さんこんばんは、こんばんは、浜崎さんこんばんは。こんばんは。そう、モンゴルはまだ車の運転中かな。ですね、30分ほど前でしたかね、まだ千葉を抜けられないぐらいな感じでしたかね。8時過ぎる。じゃあこの前出た UFO のことに関しては後ほどということで、あと龍神様、11月の龍神様ですよね。11月の龍神様はね、はい、まだあと2枚ぐらいの総理は OK だけど、はい、このあと今日何時だろう、早いんだよ、もう14ですね。4でしょ、はい、そうすると来月が恒例のクリスマスバージョンに切り替わるのよ、はい、だから11月っていうのは、ね、一番ね、微妙なね、はい、募集の時ですね、はいはいはい、11月にして、その後すぐに俺が12月 の、 あのクリスマスバージョンとか告知した後に、はい、たまに文句が出て、あ、もうクリスマスバージョンだったら最後、はい、11月分じゃなくて12月にしてればよかったなって言われる場合があるので、はい、多分、一旦あとどこで20日だったらね、やっぱ年末だからね、はい、学生さんも忙しいから、はいはいはい、24日までにお手元に届けさせるには、はい、何日までに募集っていうのをちょっと画材屋さん行って、はい、
んで聞いてきて、はい、それでまた改めて告知しますのでよろしくお願いします。お願いします、うん、はい。庄司さん、作品集は出さないのでしょうかって矢吹香織さんからの、ご質問ですけども、作品集というのは。作品集はね、はい、集約したやつは出てないんだけど、はい、まあ、いろんな美術館とか美術書とかにはいっぱい出て、はい、世界中の美術館とか図書館には収蔵されてはいるんだけど、はい、画集としてはね、出してはないね。あ、ただ今ね、昨日も一日中も朝からっていうか昼から夕方まで 夜ぐらいにずーっと出られたりして、はい、ほんでスペインのまた美術館から国際電話というか、あれで俺のトラさん収蔵したじゃないですか、はい、トラさんがすこぶる評判がいいらしいの、はい、で、あとクイーンとか、ね、矢沢とかいろいろ内容を見てきて、はい、それで世界中の有名人をこんだけ描いてる画家 で、はい、で写実絵画で、はい、なおかつ、はい、写真と全く同じに描いてるけれども見た人 の感動が違う、この、うん、なんていうの、絵の描き方っていうのは、はい、どうやって描いてるんだっていう、うん、なんかね、物議を醸して、今ね、実はね、スペインでね、はい、大問題になってますよ、大問題。テレビ、向こうの国営放送とかで、はい、俺のなんか絵の特集みたいなの組んで、うん、なんかこういう画家は過去にいただろうかみたいな話になっちゃって、はい、で、科学調査とか入って、はい、どうやってこの画家はね、絵を描いてるのかっていうね、はい、のでそれのなんかね DVD を今なんか作って、そんであと専門家用のやつと、あとテレビに、まあ、今に日本で言ったあの美の巨人たちとかさ、はい、あとやってるの日曜美術館とか美術館とか、あのアートなんとかとかさ、はい、そういういうのと同じような感じのあれで。いや写真と同じに描くんだったら俺からすると、はい、そのまま描けばいいだけの話だから大して難しくない、はい、で俺の絵と絵の何が違うかっていう一番のネックっていうのは、はい、例えば龍二を描くとするんだ、はい、で普通にこれ描いてくれた写真、多分普通の画家っていうのは例えば龍二の写真もらって、はい分かりましたっつって、はい、いきなし描くと思うんだけど、はい、俺それやんないの、はい、まず龍二はどういうところで生まれて、どういうふうに育って、はい、どういう環境で育って今に至ってるかっていうのを例えば話、本人から話聞いたりとか、はい、そういうのを聞いた上で、はい、あ、三枝龍司っていうのはそうやって今があるんだと、はい、それでこの写真なんだっていうのをまずインプットするわけ、はい、そうすると写真は写真で龍司を描くんだけれども、はい、描いてるうちに、もう途中なのも写真を一応横に置くけど、はい、もういらないの写真は、うん、俺の頭の中でリュウジっていうのはもう像が出来上がってるから、はいはいはい、だからそれが出るまで描けばいいだけの話だから、はい、ほんで俺はよく血が通ったって言うんだけど、はい、その瞬間魂が入るね、はい、なんか分かんないけど、それうちの親父からも、まあ、お前もそのうち分かるよって言われてたんだけど、弟子の時ね、はい、だから描いてるとなんかしっくり来なくて、はい、アトリエ終わって家戻ってくるじゃん、そうするとね、絵が良くなる。例えば龍二を描いたら、庄司さん、もうちょっと描いてくださいって言ってくるわけよ。はい、あったよとか起きて、またアトリエ戻るんで、うん、もう睡眠不足が続いて、もうおかしかったわけ。ほんで、ある瞬間に、あ、気が変わったっていう瞬間が分かんない。はい、それも描いた人間なんか分かんないと思うんだけど、そういう時、そうなると絵が落ち着くわけ。はい、そっから仕上げるから、だから、まあ、そこは唯一も違うんだよね。だから科学的ないろんなのがメイク作業者とかって言ったところで、はい、多分分かんないと思う。なるほどですね。じゃあどちらかというと、科学的というよりもスピリチュアル要素の方が強いというか。そうだね。スピリチュアルっていうか、はい、まあ、魂の表現って言ったらちょっとあれかもしれないけど、はい、まあ、俺はそういうふうに思ってるね。はい、うん、なるほどね。それでだから一番わけわかんなかったのがエアロスミス、はい、スティーブン・タイラー書くときに、はい、スティーブン・タイラーの自伝の 本を読んだわけよ、はい、読んでるってあまりにも人生がめちゃくちゃもう波乱万丈でむちゃくちゃすぎて、はい、途中で本閉じてこれもう無理だと、はい、全部読んだら、はい、これスティーブン・タイラー書けねえと思って、はい、それ本人に後で言ったのね、はい、実はこうねスティーブンのね
ね、事前を読んでたんだ。それで、ね、どういう生き方をしてきたのかって言って、俺は姿勢書くんだけどって言ったら、大爆笑しながら、お前は最高だと思って、俺を理解しようと思ってね、本を読んで、うん、読んでくれてね、うん、それで肖像画を描いてくれたのか、うん、やっぱ途中で閉じたかとか言うから、うん、これ最後まで読んだら完成しないと思ったから、もう俺の中でのスティーブン・タイラーっていうのがあるから、そっちに切り替えましたとか、もう超喜んでたんでね。それはジョー・フィルムしたし、はい、うん、だからそんな感じでね、はい、まあ、俺の書き方っていうのはだから親父から学んだものだから、はい、親父とレンブラントね、はい、うん、でも親父死んじゃった以上もう俺がしょあれする しかないからね、はい、一応まあモンゴルも親父の弟子だったけど、はい、また楽譜がちょっと違うからね、はい、うん、で昨日だからそのスペインの美術館がまたそれでね、はい、絵をもう一枚収蔵でしたいから、はい、なんか描いてくれないかってわけよ、うん、なんか描くって言ったら今だと次アジア大会と世界大会の絵描かなきゃならないし、はい、ってだからそんで一旦、まあ、作業は続けるけど、はい、こう結構大変、うん、何描こうかなと思って。じゃああれですね、その昨日の電話で今もうスペインじゃもう庄司さんのことでもうメディアが大騒ぎってことですよね。見た絵のことで、そうそうそう、メディアとか、あの絵画業界が、ね、絵画業界が、うん、あすごいですね。美術業界、日本じゃね、そんなさ、ね、騒ぎもしてた、やっぱ文化じゃない、はい、外国ってさ、はい、やっぱさ、昔からそうだけど、ええ、例えば成功したら、はい、なんかね、日本だったら成功したら、なんかさ、家買うとか、いろいろ何があって、ね、家買うとか高級車買うとかあるけど、ヨーロッパとか無謀のっていうのはさ、成功したって言ったらさ、もうそのね、その当時の一番ね、名のある画家に自分を描かせる、それを家の城の出会ってドアダーン開けたとかドーンってあれするっていうのは成功した、はいはい、それがもう成功の証になるさ、うん、ワットがやっぱ文化が違うからね、日本はね、もうそういうなんか肖像画文化ってないから、はい、だ取り上げられないの、まあ、バレエとかもそうだけどさ、ね、ローザンヌで賞取ったなんてちょこっとねあれしてもね、そんなにもう大々的に話題になってた番宣帰国でもうギャーっていうのはないじゃん、はい、うん、だそこら辺がちょっとまあ悲しいかなと思うんだけどね、はい、あ、北斗先生こんばんは。あ、北斗先生こんばんは。山さんこんばんは。瀬さんこんばんは。長井さんこんばんは。まあ今の間結構皆さん見ていただいてるようにして、うん、だいぶ増えました。さっきね、なんかね、リュウジとのコンビがいいのかって言ったよ、はい、2人のライブは今までと違って、グッと大人な雰囲気になりました、はい、波動が違いますって、年の差、年の波動じゃない、はい、50代の波動と言うんですよ。アラフィフ波動プラス、はい、5、6、7とか、はい、あー、そうですね。タケちゃん何歳だっけ。ラフィフタケちゃん、言われてるじゃん、はい、うん、だからまあ昔はね、ほんと BJ チャンネルってもともとは俺のね、事件の冤罪を晴らすっていうところから始まってるから、いっぱいいろんな人がいて、もうね、人もいっぱい、人もいっぱいいたからね、メンバーもいっぱい入れ替わったりとかしてたけど、だん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 やっぱりここに来て、まあ、さっき言ったように、ね、波動も変わってくると思うし、はい、一瞬切れた、まだこれ地下だからね、どこで切れた、どっから切れた。ごめん、切れたの分かんなかった、ちょっとどっかで切れたかもしれない。うん、はい、大丈夫ですね。こっちは鏡のあれでちょっと画面チェックしてもらえて、はい、うん、はい、今週というか1週間はね、はい、今龍神さんの顔やっていうか龍神さんの作業と、あとキャンバス組んで、はい、世界大会用のデッサン撮りと、はい、あと構図の微妙 なチェックのチェックっていうか、その1ギメとかで、はい、かなり神経使ってね、うん、うん、結構大変だった。あ、それがずっと続いてるから、はい、なんかね、神経が
やっぱあの絵に集中しちゃうと、体疲れてるけど脳が起きてるから、まあ、だからそうだから睡眠薬とかで、まあ、調節してあれしてんだけど、まあなんかやっぱこの結構疲れが取れなくなってきてると、なるほどですね。でとどめの昨日のフライデーナイトでしたかね。あのスペインのスペインのね。スペインはいいんだけどね、もうね、もうあんま俺長電話って得意じゃないから、長いのよ、電話が、例えば好きな言葉ね、そういうのだったらで何時間も喋りたいなと思うけど、だけど、そういう仕事の話ありがたいんだけどさ、ね、もう一方的にガーッと来るからさ、とにかくもうミスター長寿の映画が評判いいっていうのは、それはありがたいんだけど、ぜひ、あの、ね、絵をまたあの収蔵したいから、なんかって言って、それはもういいんだけども、ね、収蔵したら、って右から左行かないじゃん、作業もしなきゃなんないし、もう書くのもまた俺も大変だから、それにまた来月、九州行くでしょ、九州行って、で、また戻ってきて、で、あ、そうか、で、あれだ、世界大会用のやつが、アジア大会の映画、1月末締め切りだったんだけど、それをちょっとずらしたというか、アジア大会をちょっと一旦、保留にして、世界大会に集中することにしたから、アジア大会の締め切りがなくなったから、ちょっと楽になった。あ、なるほどですね。そうですね、あと、トランプの絵は描かない方向性ですね。トランプの絵、大丈夫どうなんですかね、この間。あんな感じになっちゃいました。食べたの、食べたの出番だよ。はい。竹本さん。出番。トランプさんの件でちょっとお願いします。どうもこんばんは。はい、こんばんは。音聞く。いや、あのね、もうトランプの話が面白すぎてですね。はい。いや、僕ね、もうあの酒飲みなんですけどね、もうあまり面白くてですね、5日間酒飲むの忘れてましたよ。お？それはもう禁酒したでしょ。いや、禁酒したわけじゃないね。あんまり面白すぎてね。それでね、今ね、もう日本のマスコミとか、まあ、アメリカのマスコミもね、そうなんだけど、まあ、一般的にはね、もうバイデン勝った、もうはっきり言えばもう 100% 勝ったよみたいなね、表現をしてますよね。だけどね、違うの。イタチの最後くんじゃない。昔ね、スターハンセンがね、やってたバーンってやつね、ガーンってやつ、アルコホーガンだとね、アクスボンバーって言うんですけどね、もうその最後のね、このね、バーンがね、起死回生の最終ラウンドのカウンターパンチがあるわけね。そういった、なんていうかな、
それいつ頃決定するの？12月、あるいは1月ですね。だから12月にはもう分かりますね。だいぶ、だいぶ長丁場なんだね。なんだね、うん、あと11月の末にはね、この不正投票を本当にやってるかどうかっていうことで、うんうん、かなりあのマスコミがね、変わってくると思う。あのマスコミも、大手マスコミはもうバイデン派でずっと来てますけど、うん、あのさすがにそのあのジュリアーニっていうね、うん、あの元あのニューヨーク市長がね、うん、あの弁護士としてあの顧問弁護団っていうかね、うん、あのトランプ大統領の弁護士やってるんですよ、うん、でこれこの人頭いい人だからね、うん、もうねあのもうすでにね量子ブロックチェーンシステムっていうものでいろいろチェックした結果、うん、あのあとねトウモロコシ製インクっていうのをね、あのどうもあのトウモロコシ製の、ね、インクを使ってねやってくるらしいんですよね。それでね分かったのはね、180万ぐらい の、うん、あのいわゆる死んだ人の幽霊票がねどうもあったりね、あの1万何数千のねあの不正の、ね、集計があったりね、いろんなことが分かってきたんです。あそれで結局あの宣誓供述書っていうのがあるんですけど、うん、不正をやってた、不正な投票をやってたっていうことを宣誓供述するのが500名集まったんですよ、500枚、うん、つまりあのこれは本当にね不正をやってましたということをね、神に誓って私誓いますっていうのがね、宣誓供述書アフィダビッツっていうのがあるんですけどね、それで、ね、500枚もね集まっちゃって、うん、これでねあのやってるんで、もうあの それこそね最後もう神様が決めるみたいなね世界に今なってるんですよ。それがあのマスコミがねちょっとねおバカだから、うん、あの変更してるんですよ。それで日本のマスコミは、ね、もう電通は博報堂バカだからね、あの、ね、結局アメリカのそのあの大手マスコミのね言うことばっかり聞いてるんですよ。だからねその情報が全然流れない。こうしてこれがもしね逆転したらどうなるかと、もうね恥かくのはねマスコミの評論家、もうみんなバイデンバイデンバイデンでね、で困っちゃうのは菅総理も困っちゃう、首相も困っちゃう、あの祝電なんか打っちゃってね、あのおめでとうございます新大統領おめでとう、まだ決まってないのに新大統領おめでとうなんてやっちゃった、あのねあのこれからもよろしくみたいなやっちゃったんでね、はっきり言ってねあのもうみんなねあの意識してるんですよ。ロシアのプーチンなんかね絶対出さないんですよ、頭いいからね。ありがとうございます。あの、まあ、中国はねあの祝電打っちゃったけどね今日ね、だけど、うん、あのまあその辺あたりはね、うん、あの非常に微妙なるねニュアンスでやってるわけなんですよね、うん、北朝鮮なんかやるわけないよね。だからそういったことでね、あのもう大逆転、最後のウエスタンラリアットをねあの皆さんねあの待っててください。これね、あの本当にね面白いから、あのこれ見ててね、この6次元映画みたいなもんね、ハリウッドのね6次元映画みたいなもんってみんなもね巻き込まれちゃう。だってねあのアメリカの大統領選ですよ、まあ、はっきり言って日本人は全く関係ないはずなのにね、なんでこんな僕がね酒飲みの僕が5日間も酒飲まないでね夢中になっちゃうかっていうのはね、これタミちゃんさ、あのさタミちゃんさ、やっぱトランプ書いとこうか、肖像画もし落ちた時にさ幻の肖像画ってなるかもしれないじゃん。あのねあのトランプの肖像画はねぜひね描きましょうよ。で、あのこれはっきり言ってね、あの加藤が勝つ前がねあのもう描き始めちゃって、それであの庄司画伯のね、あの庄司哲夫画伯のねあの作品がねあのホワイトハウスに飾られるとかね、まああるいはトランプタワーでもいいんじゃない、トランプタワーでね飾られるってもいいんじゃない。だからなんかもう書き始めたんでね、もう私たちはもう再選をねあの願ってますみたいな感じでね始めてね、それであのトランプ大統領の後ろにはね UFO があるんですよ。それであの竹本涼とあの庄司哲夫とねあの皆さんにみんなでねUFO 読んでるとかね、あのいろいろやったら面白いんじゃないかなと映画のポスターもいいね、あのね、あの肖像画をね作ってあのホワイトハウスにあの貼ってもらうと、あの飾ってもらうと。え、でも本当あったの俺ね、あのね、いかがでしょうかね、あのね、歴代の大統領全員書くって話あったの、うん、うんうん、
ってる、うん、それを多分顔だけだと思うんだけど、それを一から全部俺が書き直すって話があった昔、うん、何人いるんだよって話だね、うんうん、だからつまり庄司さんが書いたらね、うん、トランプ大統領だって生き生きとしてくると思うんですね、うん、書き終わることもうね、トランプ大統領がねイエーイみたいなねイエーイみたいなねあの楽しそうな家だよ。タミさん今日、タミさん今日ちょっとね、今日飲んでるタミさん今日飲んでるめっちゃ飲んでますね。顔赤いですね。はい。酒入るとやっぱり、すごいね。まあ、聞いてね、竹本涼が、なぜね、この大統領選、まあ、全く関係ない大統領選に興味持ってるかっていうとね、やっぱりね、UFO と宇宙人の情報公開が行われるかどうかの問題なんですよ。そう。そこは、ね、俺も思うよ。もういい加減公開した方がいいよ。いいよ。もう。ねえ。うん。だから、結局情報公開しますよと、うん、だけどもあれですよ、なんだっけ、安全保障上問題あるやつは出さないよっていう話なんですね、うん、それね、そうなるとね、安全保障上問題あるのが UFO 問題なんですよ。全部問題だよ。はっきり言えばね、UFO とね、宇宙人問題ですね。全て問題です。安全保障上ね、完全に問題あるの。だからそれをね、出さないっていうことと同じになっちゃうんですよ。民主党がやるとね。ところがトランプ大統領はこの前もね、ちょっとニュアンス言ったんだけども、息子さんに言ったわけでね、結局ルゼリュー事件についてね、もう本当に興味深いことがあるということを言っちゃったんですよ。ってことはね、もうトランプ大統領知ってるんですよ。だからトランプ大統領ね、ここで、まあ、こう2期目にね、もし入ったならばですね、UFO、宇宙人情報もね、開示してくると思うんですよ。そうするとね、どうなるかというと、ね、もう大変な状況ですよ。まあ、それはね、世界平和において一番重要な展開が行われると思います。お面白いこと言ってるよ。うん。矢吹さんがね、ね、そうだね、庄司さんと僕がさ、トランプ大統領が来た時にね、UFO を呼んだっていうことも意義が出てくるわけですよ。ちょっと誰か話してみよう。世界史的な意義が出てくる。世界史的な意義。タケちゃんも褒めろと。いや、タケさんあれですね。しかし、タケモトさん、例えが、すごく昭和っぽくていいですね。ハルコ砲丸とか、ね。ね、なかなかいいですね。いいですよ、もう。はい。なかなか久しぶりに聞きましたね。じゃあ、タケちゃんね、ちょっと、タケちゃん面白いコメントが来ててね。やっぱり、議員を、タケちゃん。石田さんの見解、アメリカ人、半分アメリカ人の石田さんの見解、石田さんの子供とお孫さんたちはみんなアメリカ人だから、その半分日本人で半分アメリカ人の石田さんとしては、今回のトランプ騒動はどうでしょうか。いや、彼はね、容易周到で、うん、もうね、竹本さんが言ったように、もう分かってたんですよ。うん、もうすでに選挙はね、吉永さん、ちょっと待ってね、後で言いますからね。あったね、それは分かってた。それで、彼がすごいのは、もう2018年にアメリカ選挙に干渉した外国人企業、ね、個人に制裁できる大統領令っていうのは、もう最低の。行政命令ですね、行政命令。だからそれしてるんだから。どうだ、うん、だから、その選挙でね、この国会の選挙で、国内選挙でしょ。その国内選挙で、まあ、バイデンが不正なことをやったら、これは国家反逆罪なんですよ。そうだよね。国家反逆罪。でもプラス外国、ね、外国にもこれは影響する。だからね、もうだからそのいろんな国の人はこういろいろ言ってるけど、それはアメリカの選挙に関してね、干渉して、日本なんかもね、なんかぼーっとなんかこういろいろ、そういうことやってるけど、これはね、えらいことになりますよ。ねえ、まあ、そこまでね、追及はしないと思うんだけど、でもやっぱ、ちゃんと準備は、彼はやってたと思いますよ。なるほどね。ですね。やっぱりね、トランプ大統領って、はい、やっぱり賢いよね。はい、
タケちゃん。ね、意外とね、アホに見えてね、すごい賢いんだよね。まあ、不思議だよね、あの人ね。タケちゃん、タケちゃんね。石田さんの説得力があるね。ありますね。はい、そういう意味ではですね、今ですね、矢吹さんという、ね、カブさんの方から面白いコメントが入ってましてね、はい、やっぱりですね、シルバーというか銀よりも金ですね、ゴールドが勝たなければと、髪の毛の色ですけども、トランプさんはゴールドで、バイデン氏は銀だよということでね、これは面白いね。はい、なかなか面白いですね。と、はい、コメントですね。それ、はい、いいよ。あとちょっと話が、庄司さん、書くモードからの気持ちの切り替えを教えてください。書くモードの気持ちの切り替えはまず、はい、さっき言ったように、書き手の対象の情報をインプットして、はい、まあ、キャンバス組んでデッサン取って、さて色塗るって筆持った瞬間変わる。筆を持った瞬間にスイッチがカチンって切り替わる、っていう感じ。おー、モンゴル。モンゴル到着。あ、こんばんは。こんばんは。よかったよかった。どうも、遅くなりました。椅子の通り。はい、遅くなりました、どうも。石田さん、ありがとうね。はい。石田さん、ありがとうね。楽しかったね。まあ、ちょうどよかった。はい、時間が。だ今、ちょうどあれですね。USA の大統領選で話盛り上がってたみたいですね、今。そう、見ながら来てたもんで、あ、すみません、遅れて申し訳ありません、モンゴルマンです、どうも。あ、カメラこっちですか。カメラこっち。そう、今、バイデンが勝ってる、バイデンさんが勝ってるとっていう報道になってますけど、先ほどのお話も聞く通り、実際これ分かんないんですよね。100年くらい前に、あ、すみません、こういう、選挙の大誤報っていうのがありまして、ラッシュっていうアルバムが、ラッシュっていうカナダのバンドがあるんですね。はい、今年の1月にドラマーが亡くなっちゃいしまったんですけど、そのアルバムでパーマネントウィーブスっていうアルバムがありまして、そこのアルバムに新聞がちらっと写ってるんですけど、それが100年くらい前の大統領選でデューイっていう人が勝つっていう、大手の、向こうの大手の新聞が予想していたんです、うん、ところが実は負けてしまって、第一次大戦の時の大統領ですね、名前ど忘れちゃったんですけど、そっちの方が実際勝ったんです、うん、そう、ルーマ、そう、確かそうです、ルーマ、ね、で、結局、マジステックスタイルね、で、それでそのアルバムの初版はそういう見出し、新聞の見出しが載ってたんですけど、再版からはもう新聞社が恥ずかしいからそれやめてくれっていうことで、そこの部分が白くなってるっていうね、そういういきさつがあったりしまして、はい、そういう話を思い出しました、どうも。あ、モンゴルマンです、遅くなりました、どうも。モンゴルの今日ゲストに来てくれてね、はい、ね、タイヤパンクしちゃったよ。あ、そうなんですよ、っていうか昨日の夜だったんですけれど、縁石に後ろの車のタイヤぶつけちゃいまして、ね、それで、その時は全然気にしてなかったんですけど、今日来る時に見てみたらすごい傷ができてて、これはもう100年以上あるんで、これは無理だなと思ってタイヤ交換してて、ただそれでもうち出たのは4時くらいでまだ明るかったんですよ。そう、4時くらい、サングラスしてますから、ね、だけどやっぱ渋滞すごくて、だからこの前来た時はまだコロナの影響で車、通りが空いてたんでしょうね、うん、だからそのイメージで来ちゃったもんだから、
すんごい渋滞ドハマりしちゃって、うん、こんな時間になっちゃいました。いや、全然全然。すいません。ちょうど、はい、ね、あの時間のタイミング的にもうなんです、十分にできる。ありがとうございます、うん。あ、じゃあセットしますね。何を？映像を。はい。何？あ、車が今、道に止めちゃったからかな。竹部？車をね、前に止めちゃったんですよ。誰？宅急便でした。いやいやいや、あの駐車場がいっぱいだったから前に止めたから車を、はい、ね、それで、うん、文句言われてんのかなと。いやー、そうパンクですか、はい、そうですね、縁石にね、こすっちゃって、ね、すごい亀裂ができちゃったんですね。いやー、でも間に合ってよかったですね。あ、なんとか滑り込みせる。で、自分のね、映像作品があるので、はい、それをね、はい、準備しないとと思いまして、はい、あ、ちょうど手すりが来ました、ね、はい、ちょっとあれセットしますね、じゃあ、あれですね、映像、はい、うん、じゃあですね、あれですね、モンゴルさんの映像準備中にですね、うん、私のその拷問だろうっていう拷問動画をですね、ちょっと皆さんに見ていただければと。そんないいのかな、やばいんだ、ちょっと。ですね、これはですね、まあまあ、そのエステサロンなんかでも、使われてますけどもね、最近。ハイパーマックスボディというですね、3時間から4時間の有酸素運動および筋肉運動がたったの15分で完了するという、装着するのがですね、EMS のついてる腕だとか、胸だとか、お腹だとか、お尻だとかですね、足とかですね、全身に EMS をつけてですね、まあ、国内で、発売されている EMS ではもう最高にパワーが高いというものでして、そのですね、ハイパーマックスボディを私が体験している動画がありますので、ちょっとだけ見ていただければと思います。あ、いやいや、ナッシュアンドのプレー違う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 、はい、じゃあ参りますね。いけるかな、これ映ってます？映ってます？映ってる。もうちょい寄せたら、もうちょい。こんな感じですか？上とか下とかあります？あ、いや、その位置大丈夫です。はい。行きます。というですね、こういったものがありまして、最近の、こういったトレーニングギアっていうのは進化しているというかですね、まあでもこれ週2回ぐらいが限界らしいですね。96キロあってます、もう相当な体重からですね、どんどん痩せていってですね、まあ、健康的に痩せるというか、無理やり痩せたというか、ね、俺が13キロ落とすのに1年かかったのに、はい、というですね、そうって本当にきついですよね。これはね、ちょっとね、はい、俺ももう最後の仕上げでね、はい、体験しに行こうかなと思って。はい、ぜひぜひ。はい。お父さんのいない磯部さん、お父さんいない？磯部さんはね、ちょっとね、仕事でちょっといないですね。ブルブルマシーン最高とか言いながらよ、夏希ちゃんね、はい。ブルブルマシーンじゃないですね。あ、足元かな。再開したら俺、ちょっと体験しに行くんでよろしく。はい、でもあれ今のは15分続くの？あれが15分続きます。あれがひたすら15分続くの？はい。ちょっ
ちょっと心折れるかな、はい、あれが15分あとはもう3日間ぐらい休ませないと、もうあの反発がすごいというですね、切れたね、切れてないでしょ、切れてない、切れてない、ヤコさんもいないって、さっき説明したの、はい、電気ショックの拷問に耐えてるようですが、効果はすごいのですね、でも効果は半端ないですね、あと電気ショックもすごいですね、あの今のやつはあの映像はですね、足元でよく通販で売ってるブルブルする機械あるじゃないですか、あれにも乗っかってるので、少しこう体中のその電気の刺激が柔らかかなと思ったら逆に結構すごかったっていうですね、そんな感じでしたけどもね、あ、準備の方は大丈夫ですか、できた、これで直接になっちゃう、こっちデータなくなっちゃって、流れてたの、はい、それ何、もう説明して、はい、動画の説明ですね、はい、こんにちは、私今のチキンハートコネクションというパフォーマンスバンドをやってます、その、ミュージックビデオ、そうなんですよ、あ、もうあれ何、あれ楽器できたか、僕楽器はできないんですけれど、歌ったり騒いだり、うん、絵を描いたり、そういう邪魔してるだけ、はい、そういうバンドなんですね、パフォーマンス、パフォーマンスが主体のバンドなんです。ごめんごめんくらいで石井さんとかみたいな。ああ、いいですね。あんな、あそこまで行きたいですね。石井さんは、はい、石井さんはね、あそこにね、家行くと大変なことだからな。ええ。6時間ぐらいひたすら、もう、後味の悪いインド映画見せられる。インド映画。3日間泊まり込みだよ、ね。インド映画長いですもんね。確かに。大変なのもう、交流も終わりなんですね。それの何、はい、PV PV ですね。誰が、はい、出てる、はい、私が、はい、自分が脚本、ね、書いて、まあ、監督と一緒に練って、それで作ってます。かあ、もう、僕のプロデュースでやったものですから。はい。じゃあ、よろしいですか？いいよ。ポチります。もうちょい上かな。もうちょっと上です。モニターに上がって
生命体が新しい成長を遂げ、これをアランチューブへと進化していくんです。あなたがこれをいわゆるアランチューブだよ。過去のアランチューブたちの言葉を見て、アランチューブワールドを作る。そうです、ライブ中のアブラリア全部私の、はい、あとの、そういうことですね。検索してください、はい、This is a pain です、はい、よろしくお願いします。高評価お願いします。うん、はい、それではですね、時間の方があとわずかとなってしまいました。僕も、ね、今日はね、昨日あのちょうどスペインから、はい、あの連絡来たから。ああそうですね、メッセージいただいて、あのモモルのこと言っといたから。ああだから、はい、あの資料を送ってほしいって言われたからさ、あとでください。わかりました。あの一応あの俺の親父と俺の弟子だからって話しとってるから。で、あのあとね、あのね、やっぱ海外持ってくから、はい、でかいサイズだとね、輸送力かかりすぎるからね、はい、もうちょっとちっちゃいもんですね。ああ、はい、うん、20本ぐらい、もっと10、まあ、まあ30とか50でもいけるんだけど、はいはいはい、入選した場合にでかいと輸送力かかるからね、はい、結構、わ、はい、うん、かりました。その辺、まあ、あのでいっぺんだから直接あの、はい、つなげるようにはしてあるから、まあ、一応モンゴルの名前は全部あれして、で、ちょっといい感じに今ちょっと頑張ってるから、ちょっと今後ちょっと頼むわって言って、俺、わかりました。昨日言っといたんで、あの資料とかあったら全部あった。あの、ここ来ちゃったら。わかりました。うん、で、あの海外の役と英語とか、スペイン語の役とか、いろんなフランスの役とか全部、はい、あの向こうでやってくれるっていうか、日本語のやつでも、ね、うん、わかりました。リュウジはなんか、はい、僕は今のところ特にないですね。喉をいたわってですね、うん、毎日規則正しい生活をですね、うん、パトロールはしてんの？パトロール最近してないんですよね。パトロール最近してないから、あの三軒茶屋のスズラン通りあたり の、 あの飲み屋さんたちに寂しがられてますけども、スズラン通りってあそこはあの交番の脇の、そうですそうです、最近ちょっと柄悪くなったんで、自分がパトロールということで、うん、はい、
まあ、芸能関係の方は、まあ、年明けからまた、いろいろと忙しくなってくる予定なので、吉本さんある、はい、声の、シャア専用座って、声の当てる仕事とかですね、そっちの方がちょっとメインになりつつあるのかなといったところですけども、まあ、自分はそんな感じです。うん、はい、モンゴルは最近の活動は僕はこちらなんだな、はい、そうですね、だからじゃあその、俺が知ったところの本社っていうのが、日本の支部が大阪が本社なんです、はい、ああ、そうだったんですね、梅田なんだよ、ああ、うん、どこでやったんだ、大阪の、はい、梅田です、道山町ですね、はい、だったらもうちょっと早く言っときゃ、言って見に行かせなかった、ああ、そうだったんですか、うん、そう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 、それはすっかり忘れてっていうか、昨日たまたま話をしてて、はい、でどこの出身の人ですかと、千葉だけど、はい、そうか、そういえば、つい最近まで大阪で古典やってたんだわって言って、見に来たかったって言ったから、ああ、そうだったんですか。今度ぜひやんって言ってたから、次行かせるから、野口さんってね。ああ、そうですか。うん、結構、この業界で。俺のいろんなとこから展覧会とか来るけど、もうそこしかもう出さないかもしれない。日本はね。はい、日本ってそこを通して海外にあれしてるから、はいうん、海外とのまあパイプのつなぎのところだから。おやじもここでそこから世界大会取ったからね。そうなんですね。おやじが取って、俺が取って、であとは次はモンゴル。三代。そうですか。弟子三代。でも肖像画ですよね。肖像画完璧な。だから4年に1回っていうか、ね、毎年しか分からないけど、はい、の4年前オリンピックみたいな感じで、要は、ね、ミシェランのさ、はい、三つ星とかあるじゃん、はい、あれのいろいろ潜入させんじゃん、はい、あれと一緒で、はい、世界中のプロアマ問わずの画家 のとかアーティストの調査を4年かけてやった、そんでいつの間にか集まってくるわけ、ほうほう、それである日突然送られてくるわけ、何の予告もなし、あなたが世界大と世界一の画家ですって、それをやってるところだから、いつね、はい、何でいつ来るか全く分からない、どんな絵でもいいわけ、どんな絵でもいい、うん、ああ、それはで、モンゴルのやつはもう画風はもう全部説明してあるから、はいはい、俺とはちょっと違うけど、はい、要はいろんな神話だとかそういったのも十分にして、はい、で、幻想で自分のあれでの画風を新たな今までないようなジャンルをあれして、画材とかまででマチュエルも結構盛り付けでもう俺と違って、はい、もう森持ってやってるとか、ゴーギャンとゴッホとそこら辺とかをさらに進化させてるような路線で行ってるっていう説明してるとか、はい、その辺で OK だよ、はい、まさになありがとうございます、うん、そんな感じでやってるからっていうんで、はい、で、いい、すごいもう、はい、やっぱ親父と直接あれしたただ二人の弟子だからね、親父とのね、まさに、うん、だからすごくね、いい感じで、今後、やっぱ海外もね、俺たちで盛り上げてくれてね、はい、というわけで、モンゴル頼むよ、はい、ね、はい、手すぎありがとうございます、88も忙しい、88は忙しいんだけどいいんだけど、あのあいつはバカだから連絡がつかないんだよ、本当に連絡ぐらいしたらね、兄さん返事しなさいよ、ちょっと88、今度説教あ、中西会長、こんばんは。もろもろコロナとか落ち着いたら大阪行きますんで、よろしくお願いします。はい、大阪の方？はい、大阪の、社長さんというか、あの僕の講演会の会長さん。おー、講演会の会長さん。はい、そうなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、お名残惜しいですけども、今週、BJ チャンネルボリューム146になりますね。146ですか、146ですね。3年やってるんですね。はい。どうもどうも、途中から間に合ってよかったと思いますね。武さん、石田さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。あとね、石田さん、はい、石田さん。最後に一言、最後に一言。はい、どうぞ。とにかくね、バイデン大統領がね、なっちゃったらですね、アメリカ人にマスクを義務付けるって言ってるんですよね。僕はね、皆さんね、よく考えて、アメリカ人全員がね、マスクしてるその姿を考えてください。あり得るわけないでしょ、そんなの。そんなアメリカ大好きになるわけないでしょ、日本人が。だから、そういうことを、ね、許しちゃいかんのんですよ。だからね、やっぱりね、銃は持ってもいいから、マスクはダメですよ。ということでね、僕はね、最後のトランプ大統領
石田さんさ、石田さんライブさ、あの俺さ、さっき俺勘違いしたんだけどさ、石田さんさ、なんか16日に東京でライブやるなって書いてあったから、おおなと思ったら、1年前なんだよな、あれ、去年なんですね、うん、もうこっち来るのかなと思ったら、あれ、石田さん、12月ね、12月、そう、だからね、あれ、一瞬勘違いしちゃって、よし、見に行こうなと思って、チケット取ろうなと思ったら、石田さん、来月会いましょうね、向こうで。はい、来月ちょっと俺九州行くんで、その時に向こうでまた長渕裕二さんと石田さんと俺とでちょうどその日俺が54になるのでね、ちょっと龍神さんもそこでやろうかなと思ってるんで、それまたFacebook の方で告知しますんで、だから生放送中に絵を描くっていうのをやろうかなとちょっと考えてですね、うん、はい、はい、それではですね、サタデーナイトのお忙しい時間ですね、ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございます。また来週も、19時オンエア予定となっております BJ チャンネル、本日146回目のボリューム146ということで、ゲストに、モングさん、そして、私、MC 担当三枝隆二です。そして、石田さんと、竹本さんですね。そして、この番組の主役庄司哲夫さんでございます。皆さんありがとうございました。じゃあ BJ さんのボリューム146はここら辺で終了したいと思います。また来週お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。素晴らしいね。また。隣の会話が聞こえすぎる。だから、ちょっと隣の女性の会話が聞こえすぎる。そう、違う人入ってきた。